ほら！なーに、レミリアお姉様。どうかした？どうもこうもないわ。これはどういうことなの？これって？ベッドで暑い夜を過ごしたこと？あ、暑い夜？ベッドで一晩中、ずーっとイチャイチャしたこと？そんなことまでしてたの？本当はどうなのかは、今度出る予定のフランドールスカーレットのドキドキディスク2をご期待ください。そんなの出るの？出ないわよ。どうしてそういう嘘をつくの？禁断の夜バージョンもみんな聞きたいかなって思って。ダメよ、フランにはまだ早いわ。お姉様にもまだ早いわよね。つまりお互いダメなのよ。こう、条例というものが幻想入りするまでは。不便な世の中なのね、外の世界って。はぁ、それともう一つ確認したいのだけど、具体的にこの後どうなったの？ん？体にはいっぱいタッチしてもらったよ。体にタッチ？うっさ。どうしてそういう嘘をつくの？聞いてるみんなが妄想するかなって。あんまりいけない妄想ばかりさせてはダメよ。はい、お姉さま。くれぐれも頼むわね。いいわね。ん？ダメなものはダメよ。それはつまり、押すな、押すなよっていうギャグ？本当にダメなの。だってお姉様ったらしつこいんだもの。じゃあこれくらいにしておくけれど。ま、私の添い寝ボイスとこの間出た告白ボイスを聞いたら、みんないけない妄想しちゃったとしても仕方がないよね。想像は自由だもの。それはそうかもしれないけれど、お姉様の告白なんて、それはもうみんなすっごいムラムラしてたもの。え、そうなのかしら。昨夜は鼻血を出してたと思う。それはどうなのかしら。ま、勝手な推測だけど。それもどうなのかしら。そんなことより、私の添い寝どうだった？そうそう、それよ、それを叱りに来たのよ。まず叱る場所は、姉であるレミリアお姉様は私よりもハードで大変な内容になります。乞うご期待。フラン、大丈夫、お姉様ならいけるって。それはもうぐっちゃぐちゃいやらしいような官能系吸血鬼として名を馳せるよ。そんな名の馳せ方をするつもりはないわよ。じゃあ昨夜と二人でクンズほぐれつする CD とか。どうして昨夜とそんなことしないといけないの？需要があるから。そうなの？それはもうみんな欲しがってるから。そうなのね。そしてそんな幻想を私がぶち壊す。お姉様と昨夜のいけないことしまくりなダブル添い寝ディスク、乞うご期待。いけないことしまくりなんてしないわ。え、そうなの？なんで？なんでって、そんなの、エッチな同人誌ではもう大量にそういうのあるわよ。そういうの見たの？パチェの図書館にあったの？あるんじゃないかなと。はぁ、もう適当なことばかり言って。私は壊れてる子だから適当なこと言っていいのよ。自分のそういうのを言い訳にして好き勝手言うのは良くないわよ。はーい、さてお姉様にも叱られたことだし、もっとやらしいことしてもらってこうよっと。こら！なーに、レミリアお姉様。だから、そういうことをしてはダメって叱ったばかりでしょ。そういうことって？だから、いやらしいこととか。いやらしいことって？例えば？それは、体にタッチとか。体にタッチって、どこをどうするといやらしいの？それは、その、ほらほら、お姉さんも言わないとわからないよ。だから、お腹、撫でる、とか。お姉様がかまど飛ぶってる。仕方ないでしょ？とにかく、そういうのは絶対にダメよ。いいわね。はーい。お姉様に内緒でします。それじゃあね、お姉様。
こら、フラン、待ちなさい。